いやはや風も積もれば大となるパーソナリティのオッチです。よろしくお願いします。リアクション動画今日はやっていきたいと思います。今日紹介するのはマカロニ鉛筆で何でもないようです。どうぞ。うい、来た。ここいいな。そう、かわいいよね。来ました。PV もいいんですよ。これこの人、あの俳優のお子さんなんですけど、パッと出てこない名前が。有名よ、顔見たらわかる。ほんま、ほら、あの人、あの人。曲終わるまでにね、ちょっと思い出しましょう。はい。映像はいいね。これはこう地球に帰還したっていう PV の内容なのかな。宇宙からね、ZOZO のね、あの人が今宇宙に宇宙に行ってましたか。はい、もう帰ってきたのかな、日本にね。はい、江本さんか。江本さん、あ、そうそうそう、そうです、すいません。もう超有名な、やっぱ宇宙行きてえな。宇宙目指していいよね、かっこいいよね、宇宙旅行。じゃあもう一回宇宙兄弟読んでよ。宇宙兄弟ね、頑張ります。この人こういう演技うまいよね、もうめっちゃ映える、ブサイクキャラというか、なんかほんまに別にブサイクとかじゃないけど、なんか、顔が整いすぎてる人がこれしても綺麗になっちゃうもんね、映像が。そう、本当に唯一無二感がねありますよね、味が出るっていうか。あ、今マカロニ鉛筆の人が出てましたね。車、あ、出てます。ボーカルです。すごい声高いよ。声高いわ。こんな高い声出ないもん。特徴的な声ですよ、マカロニ鉛筆ね。はい、ありがとうございました。このね、もしもし、久しぶり。まだ続いてた。今帰ってきた。お帰り。宇宙から見た現実すげえ綺麗でさ涙出たよ。エンドロール好きやわ、このエンドロールね。けどさ、なんもなかった。あのさ、俺、はい、ありがとうございました素晴らしいです。このマカロニ鉛筆のなんでもないよっていう曲なんですけども、これは2021年の11月3日にデジタルリリースされたんですけども、
来年のね1月にアルバムが出ますので、ちょっと要注目ということで、僕個人的にはマカロニ鉛筆ってヒゲダンよりも先に来ると思ってたんですよ。はいはい。でもね、なかなかこうメジャーデビューがちょっと遅くて、ヒゲダンが先に来ちゃって、その後でまあ両方ともね、2組とも人気あったんですけど、先にヒゲダンの方が行っちゃったみたいな、個人的にそう思ってるんですけど、それぐらいね、注目してたアーティストですね。で、この何でもないよの、歌詞なんですけども、好きな歌詞がですね、会いたいとかね、そばにいたいとかね、守りたいとか、そんなんじゃなくて、ただ僕より先に死なないでほしいっていうね、素晴らしい歌詞ですね、うん。ちょっと僕ら世代で言うとラッドウィンプスの二人ことじゃないけど、なんかまあそういうような、歌詞が、なんて言うんだろう、うまい言い回しというかね、なかなかこう、特徴的な歌詞で、なかなかいいなと思いましてですね。まあ、この何でもないよっていう曲を今日はリアクション動画しましたけども、僕は他にもね、マカロニ鉛筆の曲、例えばブルーベリーナイトとか、ブルーベリーナイツか、とかね、他にいい曲いっぱいあるので、その他の曲も聴いてくれたら嬉しいなと思います。ここまでのお相手は、オッキーでした。また来週。バイバイ。